さあ、あなたの好きな木村拓哉の髪型総選挙、最初はこちら、東京都長髪探求家、ありがとうございます。拓哉キャプテン、こんばんばん。私は断然長髪です。ギフト、眠れる森、古畑 VS スマップあたりの髪型が好きです。どちらかというとダークヘアでストレートが素敵だと思います。なので今の髪型も好きです。とにかく長いのが好きなので、宮本武蔵の次の作品も長めが似合う役であることを願っています、っていうふうに書いてくれてますけども、ギフトっていうのは1997年、眠れる森が98年、フラータ VS スマップが99年っていう、あの頃の髪型はそうですね、割と長めだったかな。まあロン毛とショートどっちが好きなのかっていうと、ロン毛の方が楽かも。だからさっきもちらっと言いましたけど、髪型に関しては結構めんどくさがり屋なので、ショートにしたりとかすると伸びてくるじゃないですか。するとこまめにヘアカットをしないといけないっていう部分があったりもするし、なんだけどロン毛にしておいた場合ですよ、伸びてもあんま気にならないっていうか、あとね、僕は普段整髪料あんまつけないので、まあロン毛だったりとかするとまとめることもできるし、そのまんまにしておくこともできるし、でもショートとかなんかちょっと寝癖つくじゃないですか、相当なんですけど、ロン毛の場合は多少寝癖ついてんなって思っても、顔を洗った延長で手についてる水で手ぐしでバッ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 ってやると、あ、いいんじゃんこんぐらいでっていう形にもなるので、あと髪切るのって一日で切れるじゃないですか。要は役のことを考えてとか、あ、こういう役か、じゃあ切ろうかなって言って切ることはできるけど、ね、伸ばすことって一日はできないじゃないですか。だから単純な話、そこは結構でかいですね。だからドラマとか撮影が入ってなかったら、果てしなく僕は、ほっとくと思うし。まあ今はね、宮本武蔵という作品があるので、基本地毛でやってるので、撮影中にもかかわらず、ほったらかしというか。なんだけど時代設定が時代設定なので、まあ色は黒く染めて、見た目、風貌は普段は僕、ちょっとネイティブアメリカンみたいな状態になっちゃってますね。黒髪のロン毛の、インディアンジュエリーをつけてる男になってます。はい。続いてこちら、埼玉県のマキ、ありがとうございます。拓哉キャプテン、こんばんは。っつ、好きな髪型は断然短髪です。その中でも月の恋人のレンスケさんの髪型はダントツ1位です。あの時の雑誌とかスマスマとか、レンスケじゃない時のヘアアレンジがもうたまりません、と書いてありますけど、というわけで第3位は月の恋人、葉月蓮介の時の髪型に決定です。まあ確かにそうですね、なんかちょっと IT なのか、まあ企業の家具の会社の社長さんという設定、よくわかんない設定なんですけど、だったので、まあ自由は自由かなとは思ったんですけど、でもどこからしく見える長さっつったら、まあどうかなと思って、あれぐらいの長さにしたのを覚えてますね。なんで、そっか、やっぱ単発か。そっか、支持率低そうだな、ロン毛は。続いて第2位、こちら、愛知県のゆきち、ありがとうございます。キャプテン、こんばんは。私はプライドの時の春の髪型が大好きです。とにかくキャプテンの短髪が大好きで、中でもメッシュを入れてた頃がグッときます。そしてキャプテンは短髪になると20歳ぐらい若返ります。これ本当です、信じてください。ちなみにキャプテンはロン毛から短髪にバッサリ切った時は自分でどんな印象を受けるんでしょうか。
というわけで第2位はプライドの時の里中春の髪型に決定ですか。まあね、あの時の髪型はまあとにかくホッケーをやる時にメットかぶるじゃないですか。それが全てでしたね。ホッケーをするのに邪魔にならない髪型。まあ確かにあの NHL のホッケー選手の髪型をいろいろ見てみたり、日本の実業団の選手の皆さんの髪型を見てみたりしたんですよ。そうするとやっぱ中には髪の長い選手もいたんですけど、でもやっぱりプレーする際にちょっと違うかなと思って、でとにかくその氷の上に立った時に成立する髪にしようかなと思って、うん、それで結構そのキャラクターがね、ネイビーなんて言ってみちゃったり、こうアメリカかぶれなのか何なのかしてるやつだったので、だからファッションも結構アメカジを重点的にしてロックティーなんか多めに着たりとかして、でただ単に単発にするんではなくて、ちょっとその辺の浮かれた感じをメッシュ入れちゃおうかって言ってメッシュ入れたんですけど、本当はねもっと入れてたんですよ。もっと入れてたら、いやちょっと入れすぎだろって言われて、あ、わかりましたって言って、あの家帰って染め直したの覚えてますね、うん、自宅でやりましたけど。ああ、そうか、ミスターブレインとか眺めないね。さあいよいよ、1位の発表です。第1位はこちら、愛知県彩香、ありがとうございます。キャプテンこんばんばん。私が好きなキャプテンの髪型はグッドラックの時の短髪です。ツンツンしている感じが大好きでした。今年あたりバッサリ切って短髪のキャプテンを久しぶりに見たいですって書いてあります、というわけで第1位はグッドラック新海はじめの髪型に決定って感じですか、はい、いやーこれか、なるほどね、うん、まあこれもありえないじゃないですか。だってあの飛行機のパイロットでロン毛の人いないでしょ嫌ですよね。自分が乗る飛行機のパイロットでロン毛来たらちょっとこいつ大丈夫かってなりますよね。まあはい、あの時の髪型はそうですね、あの全日空さんが全面協力してくれたんですけど、全日空さんの規律があるんですよ、マニュアルというか、要はそのシップに乗るクルーの身だしなみということで、清潔感のある髪型じゃないといけないということで、もうこれもサロンに行って、俺今度パイロットをやるんだよね、あパイロットか、へえ、じゃあショートじゃないっていう話になって、あの髪型にしたの覚えてますね。うん、いや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 、これ全部単発じゃねえか。3、2、1、全部ロン毛ないですよね。全部単発でしたね。これはじゃあこの流れは どう踏まえればいいんですか。これ宮本武蔵が終わって次じゃあ髪型どうするかって言った時に、このワッツのリスナーのみんなの意向は取り入れた方がいいんですかね。まあ、そこは僕の自由なんで。ちょっとはい、まあ、一応参考にはさせていただきたいなと思いますね。